なんだよ、なんでこんなとこに。俺、今休憩中なんだけど。パメラさん、二人を呼んできたよ。さあ、白黒はっきりつけよ。どういうことなの？私からも聞きたいですね。何の用で私はこのパメラさんの店に呼ばれたのですか？気持ちはわかるけど少し黙ってて。今、一人の女性の未来が決まろうとしてるんだから。さあ、パメラさん、あなたの思いをぶちまけて。わかったわ。じゃあ、私の気持ちを伝えるわね。どうぞ。最近、デジエさんのいいなって思うようになってきたのよ。はい。どことなく悲しみをたたえた瞳。でも、その悲しみを乗り越えて強く生きてる姿がいいなって。あのね、話が全く理解できないのですが、私は帰ってもよろしいでしょうか。仕事が残っておりますので。あ、うん、お疲れ様でした。では失礼します。俺も帰るわ。最近悪い夢ばっかり見ててさ、あんまり眠れてないんだわ。ごめんね、ライアス君。原因は分かってるけど、さすがに説明のしようがないし。ああ、どういうことだ。ま、いや、休憩の間に少しでも眠っとかないと。ありがとうございました。またのお越しを。もし私とデジエさんが結婚したら、私メルルのお母さんになっちゃうのね。なんて呼んでもらうのがいいかしらね。お母様、お母さん、それかママとか。照れちゃうわ。もう好きにしてください。私も帰りますから。はあ、どっと疲れた。